はい、野坂でございます。それではスーパー弾丸論破2、次やっていきましょう。前回エラーが出て落ちちゃいました、突然。なのでここまで戻ってきました。ここだよね。までごゆっくりとお楽しみくださいね。希望ヶ峰学園修学旅行実行委員会がお知らせします。お前らグッドモーニング。本日も絶好の南国日和ですよ。さて今日も全開気分で張り切っていきましょう。ダメダメ、We'll be right back.
あれ、見つかっちゃった？偉いね。よかったね。プププププ。チクショウ。ああ、あ、やべえなこりゃ。違うよ。ジニア、かっちょいい。トホホ。おい、ジニア。決まっているだろう。チクショウ。はあ、だけど…うすくす？だがな…あれ？わかるかい？ねえ。やってやろうじゃねえか。無理ですよ。気合いさ。あえて言おう、命拾いしたな。あのね、あのね、クスクス。何度も言わせるな。もう、ふふふふふふ。まあいいだろう。さて、食うとしよう。わかるかい？何？ウェポン！間違いないね！
とですが…ラッキー安心しろねえ男子でしょそんな体勢になるんだいや嬉しいけどさたまらなく嬉しいけどさ恥ずかしいです助けてくださいむほー恥ずかしそうなお顔がかわいい燃えすぎてふんがふんがしちゃいますなとにかく助けてあげようよ大丈夫ねえ、なあなあ、やめろ。嘘だろ。それで大盛りのつもりかこの野郎忠告しておくもっぺん言ってみろねえ何これぞ田中キングダム飲み込んでやろうこの世界をひなたくん、やったね。ごめん。
いいか、何度も言わせるな。はあ？いいな、これさ。きっと僕はね、決まったりよ。ひもしかし、なるほどな。でも、いいえ。ねえ、決まりだ。俺が導いてやる。ついてこい。ああ。行くぞ、ジャンピー、マガジン、サンディ、チャンピー。
なんだよ。何？愚民め。騙されねえぞ。おい、こら。これも因果律の定めか。
確かに。そんな。だからさ。社長。ありえるな。つまり、やばくね？つまりだ。では。ありえん。ほう。つまりだ。しかし、ところで、つまり、いいか、やってやろうじゃねえか。ねえ、よかろう。破壊神暗黒四天王。なんだと。ありがとう。おやおや。あ？リーダー命令だ。いやー豚足ちゃん。面白い。当然だ。ざれ事だ。よし、素晴らしいよ。ひも。
では。もしや、いや、そしてしかし。
とにかく。まあいいだろう。めんどくせえ。だってよ。ふん。あんたね。あ？はいはい。てめえ。待ってよ。あ？起きる。俺はやれるぜ。え？あんた。勘違いすんな。たくよ。何言ってんのよ。てめえ。もうやめよう。うっせえんだよ。ふん。ワクワクしてきたぜ。やめろ。あ？なるほどな。安心しろ。負け扱いしてんじゃねえぞ。忠告しておく。俺の名は戸上白夜だ。戸上の名にかけてだ。どうもモノクマです。モノミです。二人合わせてザ・モノクマーズです。では早速ですが、僕が得意の独身術を披露しちゃおうかな。え、できるの？試しにお前の好物を当ててやるよ。お前の好物は、頑張って、ウサギと言ったらあれだよ。にん。そうそう。げん。食べないよ、人間なんて食べないよ。さてと次はモノミの番だな。ほら、なんか一発ネタやれよ。
無理に決まってるじゃないですか。大丈夫だよ、心配するなって。僕は笑いの神を降臨させる術を知ってるんだ。というわけで、生きたまま血を抜かれるのと死んだ後で血を抜かれるのはどっちがいいと思う？なんでそんな残酷な質問するの？笑いの神ミラクルホリオン神を降臨させるには大量の血液が必要なんだよ。笑いの神なのに血を欲しがるんだ。お願い。医療機関で迫ってもダメ。血なんて抜かせませんよーだ。モノミはすぐにそうやって怖い顔するんだからな。お前らも気をつけてくださいね。モノミって本当は悪いやつだからね。例えば少年漫画の初期の敵ぐらいにね。かませ犬じゃん。でもモノミが悪いやつなのは本当だよ。だってここだけの話だけどね、モノミってお前らの記憶を勝手に奪っちゃったんだよ。なんでやねんって、あれ、ほらお前らってさ、この島にどうやって来たのか誰も覚えてないでしょ。それはね、モノミがお前らの記憶を奪ってしまったからなんだ。急に何を言い出すんですか。ちなみにこいつが奪った記憶ってのはね、この島に来るまでの経緯とか陳腐なもんじゃないよ。なんとお前らが希望ヶ峰学園で過ごした数年間の記憶を丸ごとなのです。わわわ、ふう、思い切って言ったらすっきりした。やっぱり記憶喪失ネタなんて時代遅れですよね。そんなネタを物語終盤まで引っ張るなんて恥知らずな卑怯者のすることですよね。もうやめてくださいって。びっくりでしょ。実はお前らは新入生なんかじゃないんだ。学園生活の記憶を丸ごとなくしたお前らが勝手にそう思い込んでただけなんだよ。どっかで聞いたことがあるような斬新なパクリの設定だね。これでは賛否どころか火だけしか残りませんよね。本当にいろいろとダメでちゅって。君とはやってられんわ。いやー、ツッコミが激しすぎます。そんな、ねえねえ、おい、は？ぷぷぷ、あはは、本当だよ。どうだろうね。ありえん。信じない信じない。違うよ。実は、ムカつくな。あれあれ、
ぷっぷっぷ必決大サービス。黙れ。何言ってんのよ。何なのよ。あのね、やめろ。ち、信じない信じない。おい、おい、ピッタ、リーダー命令だ。あれ？ああ。はい、ではね、また前回と同じようなパターンになってきましたけど、まあ、これからいろいろ操作をかけていくんかな。はい、ではね、今回ここで終了して次回続きをね、やっていきたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。
野坂陽でした。